こんにちは、レタドールマイピーです。今日もですね、早速、ピッチャー目線で語る、嫌な一塁ランナー、気になる一塁ランナー、イライラさせる一塁ランナー、盗塁の成功確率を上げるための方法とコツということで、お伝えをしていきます。僕自身が、ピッチャーを、経験してますので、僕自身が、経験したもので、培ってきたものを通じてですね、逆のランナーの立場になって、どうしたらピッチャーが、嫌だと、感じたりとか、ちょっと投げづらいなと感じたりとか、ランナーが優位に、野球を進めることができるかっていうところで、お伝えをしていきたいと、思います。で、ポイントとしてですね、挙げてるんですけど、やっぱりそのリードが大きいっていうことですね。で、もう一つ、何度牽制入れられても、大きいリードを取るっていうことですね。で、三つ目、必ず頭から戻って、で、またすぐ、立って、またすぐ出るということですね。で、もう一つ、最初から、大きいリードを取るのではなくて、ピッチャーの動きに応じてですね、うまく、ピッチャーに悟られないように、いつの間にか大きいリードを取ってるとか、そういうことですね。で、5つ目ですね、常にですね、いいスタートを切ろうと、して、いろんなところに目を配って、観察をしているということですね。で、6つ目、投げ真似をしても、びくともしないと、極端な言い方ですけど、あまりこう極端な反応を、しないということですね。ジタバタしないという方が、いいかな。で、7つ目、何回、例えば盗塁にしても、牽制にしても、刺されても、果敢に、先を狙おうとする、気持ちや、行動を、絶やさないということですね。で、8つ目が、キャッチャーが、例えばいいキャッチャーが、セカンドに送球をしたのを見て、普通で考えればやっぱり、盗塁にしても、リードにしてもあまり大きく取らないとか、そういうふうなところに考えつくと思うんですけど、それでも果敢に、盗塁や、離塁の大きさだったりとか、そういったところに、すごくこうチャレンジしようとする気持ちがあるっていうことですね。以上のその8つのポイントを、自分としては、嫌がらせるポイントとして、挙げています。で、今日はですね、まずピッチャーの動きに応じて、リードを取るっていうところから、お伝えをしていきたいと思います。実際ピッチャーとかもですね、裏をかいて、飛び出したところを、うまく刺したいとか、そうやって、ランナーのリードを縮めさせたりとか、スタートを遅らせる、原因を作ったりするわけなんですけど、そのランナーの方が起点を利かせてですね、またすぐ投げてくるだろうっていうですね、アンテナを張っておいてですね、すぐにリードをしとってパッと戻って、すぐに起き上がった後に、すぐ起き上がった後に普通やったらこうリードを、大きく取るところを、ちょっとピッチャーの様子を見てから動き出すっていうことですね。そういうふうに、ピッチャーが、気づかないうちに、じわりじわりと、大きいリードに、なっているっていうことですね。気がついたうちに、そういう、リードの取られ方をすると、あれいつの間にとか、やっぱうまいなって、ピッチャーが思いますので、やっぱその時点で嫌、っていう感覚は、生まれてくると、思います。こういった場合ピッチャーはですね、牽制よりもですね、その間合いの取り方とか、そういったところでやっぱり勝負していくしか、ないかなと、考えています。で、次ですね、次のポイントは、
まあ、常に、ランナーがいいスタートを切ろうと、ピッチャーの癖を、まあ、観察してるっていうことですね。まあ、これあのバッティングとかですもですね、全てにおいて同じことが言えると思うんですけど、まあ、例えば、次が、まあ、自分の、打順だと。でその時にネクストバッターで、打順自分の番が回ってくるのを待ってる時に、まあ、やっぱりそのただ、見ているだけその状況を伺っているだけの人もいれば、やっぱりいろんなことをこう観察したり、例えば、まあネクストバッターの中では、まあ、あのプレー中立ってスイングできませんので、まあ、膝をついておくしかないので、まあ、その膝をついた状態でもですね、まあ、上半身だけでも、タイミングを、まあ、取っていたりとか、まあ、自分の目でですね、ピッチャーとキャッチャーに来るまでの、ボールの、スピードだったりとかそういう間合いを、測ったりとか、うまくですね自分が打席に入った時からそのボールを捉えるための、準備や行動を起こすわけじゃなくてその前からですね、いい結果を出すためのこう準備をするための余念が、ないんですね。行動に余念がないっていうことなんですね。そういった部分でランナーにしても同じことが言えると思うんですけど、まあ、そのいいスタートを、まあ、切る、まあ、ここでは、まあ、いろんな意味を含んでいるんですけど、例えばベンチから、またコーチャーボックスからですね、相手ピッチャーの癖を盗んだりとか、まあ、自分が気づかなかったことを他の人他の仲間が気づいていないといないかとか、まあ、聞いたりですね、そういう情報収集をしたりとか、まあ、ランナーになってからではなくてですね、なる前から、いろんなところに、目配り気配りをやって、その大切な自分にとっての得られるものは全てこう得ていくっていうその心構えですね、まあ、そういった部分が、すごい、大事になってくるかなと思います。で特にですね、まあ、自分の、前や後ろでですね、ランナーが、まあ、盗塁してタッチアウト、そう牽制で、まあ、アウト、そういった、仲間のそのミスとか失敗はですね、まあ、よくその行動パターンというものをですね、見ていた方が、自分のために必ず、なりますね。どういうことかというと、やっぱりそのミスする失敗するような原因があるってことなんで、やっぱその原因を知ってから自分がランナーになるのと、分からないまんまなるのでは同じことが起こる確率っていうものは明らかに半減してきますんで、そういう意味でですね、よく失敗から学ぶってそういうことだと思いますので、そういう観察力もやはり身につけるべきだと、思います。そういうですね、いろんな観察とかですね、まあ、準備、を、してきているですね、ランナーとですね、まあ、全く準備ができていないランナーだとしたら、もし、あなたが、ピッチャーの立場であればですね、どちらも、同じランナーにまず見えるかっていうことですね。それと、どちらのピッチャーがランナーであっても自分がプレッシャーを感じることなく投げれるかどうかですね。まあ、単純にですよ、考えてやっぱりですね、こうピッチャーとしてセット入ってこういう風にランナー見た時にもですね、動き方とかその構えとかその一つ一つを見るだけでもやっぱりその違ったオーラとかですね、雰囲気とかそういうのが必ず出てると思うんですよ。で間違いなく言えるのはやっぱり何でもそうだと思うんですけど、野球に限らずいい準備をしてるっていうことはそれだけ、いろんな、パターンとかそういったことを想定してから、やってきてるわけなんで、その状況になった時のやっぱりその余裕が違うと思うんですね。まさに心の余裕ですね。ジタバタ動じないっていう部分ですね。で、まあ、これについては次の、ポイントでもある、投げ真似しても、まあ、反応しない、まあ、極端に言えば、びくともしないっていうところですね。まあ、こういったところと、まあ、大きくつながってくるんですけど、まあ、さっき言ったこととは逆に、
まあ、余裕がない、まあ、ジタバタしてる、まあ、動きを見ただけで分かると思うんですよね。例えばそちら側に、まあ、ランナーがいたとして、いきなりピッチャーがパッと動いた時に、ランナーがこういうふうに、戻るのか、こういうふうに戻るのか、それともこれだけ上半身だけちょっとピクッとするか、こんな感じですね。ちょっと、まあ、全く動かないっていうことはないと思うんですけど、まあ、そのちょっとしたところですね、ピッチャーのやっぱり癖とか動きとか特徴をやっぱ見抜いてるだけですね、極端にその戻りすぎたりとか、まあ、別にちょっとこう反応するだけでいいところを一歩二歩動いてしまったりとか、そういうふうにやっぱり自分が準備ができていない分、無駄ができてしまう動きっていうのは、実際あると思うんですよね。そういったところがですね、やっぱりそういうその極端にびくともしない部分と極端に大きく動いてしまうっていうところで違いが出てくると思うんですよね。まあ、確かにその瞬時に反応するっていう部分では、優れているのかもしれないんですけど、やっぱりこの状況ではですね、ピッチャーにそのプレッシャーを与えつつ、セカンドを狙ういいスタートを切るっていう部分では、やはりパッてこういうふうに戻ってしまうよりもパッと、上半身だけ反応させてですね、また次、常にいいスタートを切ろうとするっていうことの方が、ピッチャーとしては、あ、こいつはスタートいいスタート切るかもしれんな、走られるかもしれないなっていう、気持ち的にもですね、こうプレッシャーをかけるような、リードになると、思いますので、まあ、そういったですね、いいスタートいい一歩を切るためのですね、まあ、準備をしっかり備えてから、自分がランナーになった時のことを考えて、できる準備をやっておくっていうことを、おすすめしたいと思います。で、次のポイントが、何回刺されても果敢に走ってくる、先を狙う姿勢や気持ちを、決して絶やさない、まあ、これは今回の、いいスタートを切って盗塁成功の確率を上げる、そういった内容でお伝えしてますんで、まあ、何回刺されてもっていうと、まあ、いや、今回お伝えしているブログの内容と趣旨が、違うように、思うかもしれませんが、ただですね、ピッチャーの心理としてはですよ、さっき牽制アウト、盗塁アウトに、したと。であれば、次またその、バッターだって、ランナー、同じランナーが塁に出た時にですね、もうやってこないだろう。まあ、多少なりとも、やっぱり思ってるはずなんですよね、ピッチャーの心理としては。で、それでも、何度も、果敢にチャレンジしてこられると、正直、まあ、嫌だと思いますし、またとやっぱり思ってしまうと思うんですね。まあ、実際そのピッチャーの方が、まあ、最終的に根気負け してしまうっていう感じになってしまうと思うんですけど、こうなってくると、ピッチャーはやっぱりそのランナーを気にさずは、まあ、いられなく、なってきますし、また何かやってくるんじゃないかなっていうですね、ランナーがそういうふうにピッチャーに思わせる野球がですね、そこでも成立してしまうわけなんですね。で、あとはその今はピッチャーだけのことを言ったんですけど、やはりそのピッチャーだけじゃなくて、キャッチャーまで、まあ、ランナーが走ってくるっていう意識がやっぱりあると思うんですよね。その果敢にチャレンジしていくっていうことは、まあ、だからそういったことを想定してキャッチャーも、リードや采配をしていかないといけないっていうところが、必ず出てきますんで、もちろんキャッチャーの配球とかも変わってきますんで、変わることによってやっぱり守備体系とか守る位置とかですね、前進バックで左右ずれる、そういったところにも動きが影響が必ず、出てきます。で、結局はですね、
ピッチャーだけではなくて、相手の守備全体に何らかの影響を、与えることに、つながってますので、たかがランナー一つの、行動がですね、そういうふうに、いろんなところに影響を与えていって、自分たちの、いい試合展開だったりとか、勝つリズムとか、そういったものがこう生まれてくるわけなんですね。だからぜひですね、そういうその考え方とか、そのコツとか、そういったことを、見る目線とかを変えることによって、今までと全く違う景色が、ランナーとして広がってきますので、ぜひですね、今言ったポイントはですね、積極的に取り組んでもらえればなと、思います。で、それにちなんで最後のポイントなんですけど、キャッチャーの送球が良くても走ってくる。で、まあこれはですね、まあ僕が監督として、キャッチャー育てたりする時もですね、絶対その投球練習の1球目だったりとか、ピッチャーに返す時の返球なんかでもそうなんですけど、必ずいいボールを返しなさいと、絶対ですね、そういうですね、キャッチャーの動きですね、っていうのは、いいチームであればあるほど、どんなボールを放ってくるんだろうとか、どれぐらいのスピードでどれぐらいのコントロールがあるんだろうとか、そういうことをですね、よくやっぱり相手チームはですね、見てると思うんですよね。で、そういう見て実際、自分たちの目の前で起こった球筋とかを見て、あ、これだったら自分たちは走れるな、これぐらいのリードができるなとか、そういう自分たちの基準値とかを そういう部分で決めてしまったりするところがやっぱりあると思うんで、そういう部分でやっぱりそのキャッチャーのその最初の1球というものはすごい大事だし、いろんなところにそのキャッチャーの送球一つもですね、与えていくっていうことに、なるんですね。で、だからこそですね、肩が強い、いいキャッチャーであればあるほど、普通は、走らないっていうか、走れないで、走れないと決めて、しまう人の方が多分普通は多いんじゃないかなと、思うんですね。もちろんそれ決めてるのは自分たちなんですけど、実際自分から、アウトになりに行きますよと、言ってるようなもんなんで、逆にそこをだから走るぞと、思うランナーがいれば、あ、なんだこいつ、なんかこんだけ俺いいボール放ってるのに、うちのキャッチャーいいボール放ってるのに、なんで走ってくるんだとか、暴走じゃないのとか、しぶといなとか、もう何回やっても一緒だよっていう風にですね、考えると多少なりとも思うんですよね。で、その相手がそういうふうに考える、いろんな思いや考えを、作る時間がですね、相手に、そういう考えさせる時間、普通なら考えなくていいようなその余計なプラスアルファの時間をですね、ランナーがそうやって動くことによって考えさせてるわけなんですね。ただ取って投げるだけではなくて、やっぱ相手にこう神経使わせてるわけなんですよね。それだけでも十分ですね、自分たちが優位に立って試合を運ばせるためのランナーとしての役割は果たせてるし、やっぱりその努力してるわけなんですね。やっぱそういったところの積み重ねっていうのを大事にしていきながら、いい走塁とかいいリードにつなげてもらいたいなと、思っています。で、とにかくですね、大人でもやっぱそうなんですけど、やっぱアウトになったり、盗塁アウトになったり、牽制でダッチアウトになったりすれば、子供だけにやっぱり落ち込むのは当たり前だと思うんですよ。でもその時にどういう言葉をかけてまたさらに、チャレンジを、させるのか、させることができるのかっていうのと、やっぱりその練習の時にどういう積み重ねをしているのかっていうところが全てに、実を結んでいくと、思いますので、そういうですね、ポイントっていうものをしっかり押さえてもらって、子どもたちの、いいリード、いいスタートで、それがピッチャーが嫌だったりとか気になる、イライラさせるような、ランナーのリードにつなげてもらったらなと、思います。
まあ、いつも僕が、まあ、子供たちに向けて、常に言ってることが、まあ、あるんですけど、まあ、実際、相手は、まあ、プロ野球選手じゃ、まあ、ありませんと、お前たちと同じ、小学生だと、プロでも、まあ、10回投げて、10回アウトにできる、まあ、バッテリーは、いないと、一度は失敗やミスは、あるから、だから、自分たちは何度も何度も果敢に、走り続ける、ことが大事だし、挑戦する気持ちが大事なんだと、そのためにどんな練習をどれだけやってきたか、自信を持って、諦めず、前へ前へ先へ先へ、進んでいきなさいと、そういうふうにですね、声をかけることが、よく、あります。やっぱりですね、気持ちだと、思います。そういったところをですね、やっぱりその気持ち一つで、体が動けるように、まあ、練習することももちろん大事になってくるんで、昨日から、お伝えした8つのポイントですね、これをしっかりとですね、練習で、マスターしてもらってですね、自分たちの試合に、生かしていきたい、生かしていただければなと、思います。細かいやり方コツについてはまた、別の機会にお伝えしたいと思います。今日お伝えした、前日からお伝えした8つのポイント、考え方、そこを変えるだけでも今までと、全く違うチーム、走塁になってきますんで、まずそこから、始めてみてください。今日も、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、ありがとうございました。